てるんだ。ったく、時間食っちゃったよ。はい。なるほど。
なるほど。ところで、つまり ところで、
それって…はあ…あの、あの、ところで、なるほど。あの、はあ、
八神です。はい。なるほど。ところで。八神です。
いえ。それって。なるほど。いえ。ところで。はい。なるほど。ところで。
え？あの、お願いします。あの、それって。だが、え？なるほど。あの、はい。
ん？それって。いえ、よし行こう。よしよし、お前の鼻が頼りだ。でかしたぞ。なるほど。
それって…お前の鼻が頼りだ。よしよし、偉いぞ。お、怪しいな。お前の鼻が頼りだ。でかしたぞ。任せたぞ。頼むぞ。こっちだな。任せたぞ。こっちだな。
任せたぞ。よしよし、偉いぞ。お、はい。はい。
はい。いえ。はい。はい。つまり。
ん？なあ、それって。
はあ。いい加減にしろよ。
前か。よしよし。寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい加減にしろよ。
らく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。来てたのか。またな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いい加減にしろよ。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。
ごちそうさま。ありがとう。いい加減にしろよ。源田先生まで。なんだよ、俺にいられちゃ迷惑か。まさか、そんなつもりで言ってませんよ。うちの沙織君がコケにされたんだ。どんな相手か面を拝んでやろうと思ってな。なんなの、こんなに大勢で。お待ちしてました、八神さん。これから例の痴漢事件について間宮さんから真相を伺っていきます。ああ。それと改めて沢先生のことはお気の毒でした。本当に彼女は桑名が RK に追われてるところへ巻き込まれたように思う。でもその追われてる理由がまだよく分かってない。そいつを探るには桑名の行動を振り返ってみる必要がある。ってことで、まずは例の痴漢事件からだ、間宮さん。さっさと終わらせて。あのさ、ふてくされんのはいいけど、ちゃんと聞くことに答えてよ。江原の痴漢事件は三越葉殺しのアリバイを偽装するためのもんだった。で、桑名はあんたに痴漢被害者を演じさせ、警察から法廷までまんまと出し抜いた。もし間違いがあったら言ってもらえますか。はいはい。電車であなたに痴漢したのは江原さん本人ではなく、その替え玉でした。他にも痴漢をでっち上げるために協力者がいたそうですね。そうよ。その時桑名はどうしてたんだ。偉人町にいたのか、それとも都内の方に。さっきそこのお姉さんが言ってたでしょ、江原さんには替え玉がいたって。うちの先生がまさにその替え玉。桑名が自分で江原の替え玉を。この江原が実は桑名だったわけか。そう、先生と江原さんは体格がほとんど一緒だったし、でなきゃこんなトリック思いつかなかったんじゃない。でも口元の感じとかは全然違うよ。本当にこれ桑名さん。あの口元は作り物。江原さんの顔をスキャンして 3D プリンターで作ったんだって。はあはあ。 3D プリンターってのは、PC 上で作った形のデータを実際に液状の樹脂とかで実体化する機械です。例えば人の顔も
PC が形を読み取れば 3D プリントで精密に再現できます。うーん、私もよくは知らないけど、それを使って先生は江原さんになりすましてた。こんなのですよね。ほら、 3D プリントさえあれば簡単にこういうものが作れてしまうんです。なんだこれ。なるほど、目はサングラスで隠してるし、顎のつなぎはマスクでごまかしてる。いや、すごいですよこれ。むしろ口元がはっきり見えてるもんだから別人だなんて思ってもみませんでした。そりゃたかが痴漢と思ってたら検察もコロッと騙されちゃいますよ。感心してる場合じゃありません。騙されたのは我々弁護人も同じです。あ、ですよね。桑名が江原の替え玉だったとして、まだいくつか疑問の残る証拠があるな。そうですね、私も同意見です。疑問がある証拠って例えばどれですか？これはどう見たらいいのかな。この映像で取り押さえられたのは江原さん本人。替え玉をしてた先生はこの場面より前に人混みの中で江原さんとすり替わったの。そうだよな、こんなにバッチリ取り押さえられた後じゃもうすり替われない。グラサンも取られちゃってるし。ちなみに江原さんを転ばせたのも私たちの仲間、このスマホ動画を撮った人もね。もし誰も捕まえようとしなかったらこのまま逃げ切れちゃうでしょ。でも重要なのは江原さんが現行犯として大勢の前で捕まること。そうか、出ないとせっかくの殺しのアリバイが水の泡になる。ええ、要するにこの痴漢事件は組織的で計画的、桜だらけの手品だったってことか。あんたはこれを見てどう思うんだ。やめてよ。なんで目そらす。あんたはこれをアシストするために痴漢の被害者を演じたんだろう。そうだけど。この動画は誰がネットに上げた。先生、最初から江原さんに有罪判決が出たらネット上に公開するって言ってた。それも含めて全部計画通りか。そう、先生はいじめ加害者に甘すぎる方が許せない。それは江原さんも同じ。息子さんの自殺が原因不明で片付けられちゃった人だし、だからあの人たちは今回の計画を立てたの。法廷で証明された痴漢行為を殺人のアリバイにする。しかもその時殺すのは罪に問われなかったいじめ加害者。それでこれ見よがしに罪を逃れてみせたら世間はどう思う。桑名と江原の本当の狙いは法を嘲笑ってやることか。すると彼らの狙いはうまくいってるようですね。法廷は警察まで巻き込んでみっともなく動揺してますから。やっぱり江原は捨て身だったんだな。自分の罪を逃れることは二の次で、法を恥ずかしめるために痴漢の汚名まで着てみせた。ええ、警官だった江原がそこまで思い詰めたんです。息子に死なれたのに誰もその責任を取らず、裁判所も臭いもんに蓋するような判決を出した。だから桑名と一緒に動いた。察するにあまりあるってもんだ。ええ、いいコンビだよね、先生と江原さんは。もう失うものがないから私たちだけが。
リスクに怯えて協力させられてる。今もそう。もう終わりにしてくれない？いいかな、これ。何なの？駅の地図？僕らで作った新宿駅の俯瞰図です。よくよく調べてみると、防犯カメラだらけのホームにわずかな死角がありました。前にみんなで検討してたんだ。もし江原が三越葉殺しの犯人で、そのアリバイを駅で偽装してたとする。その場合、江原は自分そっくりの替え玉に痴漢をさせた後、この死角で入れ替わることができたんじゃないかって。当たってたかな。参りましたとでも言えばいいの？その通りよ。そっちの勝ち。もう十分でしょ。いいかな、これ。何なの？事件前、江原はこのカードを使って池袋の自動改札を通ってる。その時刻が記録されてた。ねえ、10月7日の午前7時43分です。ありがとう、星野くん。八神さんのお役に立てて嬉しいです。三越葉の死亡推定時刻は早くても7時半。もし江原が偉人町で三越葉を殺したんなら、その後13分で池袋まで移動しなきゃならない。はっきり言って無理だ。なんだ、そんなこと。ん？そのカードはあらかじめ先生が江原さんに借りて改札を通したの。そして痴漢騒ぎを起こした後、江原さんと入れ替わる時に素早く返した。これでどう？江原さんの手には入場時刻の記録されたそのカードが残るでしょ。改札の入場時刻までアリバイの小道具に。言われてみれば単純なトリックですね。ただそもそも痴漢が殺人のアリバイに利用されるなんて誰も疑いません。ああ、しかも裁判の時はまだ三越葉が殺されたことを誰も知らずにいたからな。やってくれるよ。まだ他に何か？この証拠にはまだ説明がついてない。これって警察は江原を捕まえた後、手の付着物を調べてる。で、その微物検査によると、江原の手から間宮さんの下着と同一の繊維が出た。ええ、痴漢を替え玉にさせてたなら江原さんは間宮さんに触ってないはずです。なのに江原さんの手には接触を示す証拠が残っていた。おかしいですよね。ここにも何か細工があったのかな。そんなの簡単。私電車に乗る前、ホームの地下で本物の江原さんと会ってたんだから。そこで手にしてた自分の下着を江原さんに触らせたの。微物検査の繊維はその時のもの。あとはその下着を私がトイレで履いたらおしまい。要するに江原さんの手についてた微物は私たちが警察に検出させたってこと。痴漢の動かぬ証拠としてね。法廷じゃみんなそれをありがたがっちゃって笑いをこらえるのが大変だった。だいぶ口が滑らかになってきたじゃん。その調子だよ。八神さん、もういいんですか？ああ、十分だと思う。痴漢に限って言えば江原は冤罪。少なくとも検察の並べてる証拠は全部ひっくり返せることが分かった。先日の法廷は意図的に誤審を誘導されてたんです。控訴申し立てに動こうと思います。控訴っていうと？
痴漢の裁判をやり直すってことですか？ええ、そこで江原や桑名のしてきた行動を暴き、誤った判決を正さなくては。いや、そいつは難しいかもしれんな。どうしたんです、源田先生、何か問題でも？いや、そもそもこの間の裁判は江原本人が有罪になるように仕組んでたんだぞ。依頼人にその気がなきゃ控訴なんて無理だ。弁護人だけがいくら控訴申し立ったって、江原がそいつを取り下げちまえばそこまでなんだから。そこは明日にでも江原と話したいですね。けどまずはこっちで揃えた材料に奴がどう反応するかです。そうですね。ではそれはしかるべく明日拘置所で待ち合わせましょう。わかった。じゃあ今夜はもう解散？ああ。みんなお疲れさん、ゆっくり休んでくれ。よう、八神、さっきの間宮ゆいってあの女、返しちまってよかったのだよ。ああ、なんで？そりゃだって何件も桑名ってやつの殺しに協力してたんだろう。殺に突き出すとかしねえのか？けど仕方ないんだよ。仕方ない？実は彼女の言ってた殺しってさ、俺らまだ何も証拠をつかめてないんだ。え？そうなのか？巫女芝以外の死体は見つかってないし、彼女を警察に突き出せるだけの証拠は今んとこ何もない。だったらとりあえず家に帰すしかないだろう。杉浦が無事に送り届けてるはずだよ。そうか、じゃあそれはいいとして、お前はここで何してんだ？みんなもう帰ったのに。なんだよ冷たいな。帰れってこと？用が済んだなら帰れ。お友達じゃねえんだからよ。ああ、そういうこと言うんだ。その代わり手が足りねえならいつでも言えや。最近暇してんだよ俺。お前が頭下げて協力してくれっつうんなら考えてやってもいい。お前は頭下げなくても助けてくれるから下げ損になっちゃう。ごちそうさん。いや、お前そこはちゃんと頭下げて頼んでけよ。しばらく寝とけって。
八神。どうも。え？いや。なるほど。八神。負けらんねえな。行くか。僕たちめろ。どれ。出撃だ。シェアスロー。何だ。すぐ楽にしてやるよ。
Yeah.
なあ、いらっしゃいませ。あやはちゃん。やがみさん。何する？どうしようかな。これ飲まない？これマジで好きなの。乾杯。みなぎってきたぜ。それがすごいことに。勝たせてもらうよ。よし。
よし、ライト。兄ちゃん、ヤガミちゃん、何の気分？どうしようかな。これ飲まない？ヤガミちゃん、分かってるね。乾杯。ことがあってさ、それはピエンだね。兄ちゃん、ヤガミちゃん、何の気分？何にしようかな。一緒に飲もう。このお酒好き。乾杯。みなぎってきたぜ。それがすごいことに。もももなるほど。
ももちゃん、ヤガミちゃん、何の気分？どうしようかな。おごるよ。ヤガミちゃん、分かってるね。乾杯。これは。こんなことがあってさ。また来るよ。時間食っちゃったよ。
森さん、何か聞きたいことはあるかな。今の八神さんはね、また来るよ。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ごちそうさま。ありがとうございました。
なあ。Yeah.
なあ、わかった。はい。え？もちろんです。お願いします。すみませんね。何なの？母さん。あ、須藤君。須藤？八神さん。はあ。え？そうなんです。なるほど。
辛かったことでしょう。残念ながら そうなんです。なるほど。八神さん。はい。
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。あやはちゃん。わかった。待て。まったく。ああ。
それって…いや。
よろしく。マジで？突っ張って行かんで！Hey!
し。スオ、あ、え、おい、おい、いいか。え？だがな。おう、よろしく。
なんだよ。あ、いい走りだったぜ。スオ。そうだな。ったく、時間食っちゃったよ。名前か。
よしよし。いい加減にしろよ。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。八神さん。はい。ええ、やがみっち。ああ頼むぜ。茨城ヤガミ頼んだよ。みんな
メイドインヘブン三代目総大夫周防雄馬。俺がかけるのは命、そしてこのメイドインヘブンの全てだ。いいか、これはお前と俺どちらが壮大にふさわしいかをかけた死闘だ。より速いやつ、より度胸のあるやつに従え。ルールこそが王、勝ったやつが全てを手に入れる。やが死ぬ気でかかってこい。こいつは何でもありのデスレースだ。だがしかし、今回のレースはいつもと違う。何しろ勝った方がメイドインヘブンの次期総大だからだ。八神さん、それじゃあ行くぜ。究極のデスレースの開幕だ。
な。信じられねえ。ツオ、おい、八神、八神っち、マジパネ、八神、これるね。最高だよ。ヤガミッチ、は？あ！はあ。ヤガミ、みんな、早速だが、俺から一つ命令したい。これは、四代目総代として、最初にして最後の命令になる。最後の？俺がメイドインヘブンに加入し、お前らとレースをする中、ずっと考えてきたことがある。命がけのデスレースは楽しい。時間が吹き飛ぶほどにな。だが、失うものがあまりにも大きすぎる。俺としても大事な仲間が傷つく姿は見たくない。ましてや事故で死んじまう姿なんてな。紫霊樹を襲ったような悲劇は二度と起こしてはならない。一人の人間の死がどれほど多くの人間を悲しませ不幸にするか、みんなだって痛感してきたはずだ。皆川里奈やゴースト、いや紫ダン、彼らも紫レイジの死によって大きく人生を狂わされてしまった。だから俺は決めた。メイドインヘブンは本日をもって解散とする。解散？どういうことだよヤガミッチ。言葉通りの意味だ。もう命を懸けたデスレースなんかやめるんだ。なんだよそれ。メイドインヘブンは仲間だろ。それを解散するだなんて。そうだよヤガミッチ、いきなり何言い出すんだよ。言ったはずだ。俺は仲間が傷つき命を落とす姿なんて見たくねえ。だから解散するんだ。だがよ、解散しちまったらもう仲間もクソもねえじゃねえか。いや違う、俺たちはずっと仲間だ。たとえメイドインヘブンが解散してもずっと。ここでみんなと過ごした時間も一緒に味わったスリルも
感動も俺たちの中に残り続ける。それが絆となって俺たちをつなぎ続けるんだ。たとえチームがなくなっても。ヤガミッチ。それにこれは一代目総代紫玲治の意思でもあるんだ。彼が実現できなかったことなんだ。明日に向かって走れ。今こそ紫玲治の意思を受け継ぎ、俺たちは走り出すべきなんだ。死に向かってじゃない、明日に向かって。胸の内に希望を抱いて。だからこそ今、一代目が果たせなかった最後の思い、メイドインヘブンの解散を成し遂げよう。みんな、ヤガミッチ、俺、ヤガミッチと過ごす時間は最高に楽しかった。だけどあんたがそう言うなら俺は従うぜ。確かに俺たちの絆は永遠だもんな。ああ、俺もヤガミッチに従う。明日に向かって走れか。俺もそう思うぜ。そうだね。思えばこれはずっとあんたが走りの中で訴えかけてきたものだったもんな。みんなありがとう、理解してくれて。なんだ。俺は認めねえぞ。ヤガミ、てめえまで、てめえまで俺から走りを取り上げる気か。スオ、ふざけんじゃねえ。解散なんて認められるかってんだよ。お前、自分が何言ってるか分かってんのか。これまでルールが絶対だって言い続けてきたろ。お前自身がそれを破るってのかよ。うるせえ、奪わせねえ。走ることだけはな、絶対に。ヤガミ、力ずくでも撤回させてやるよ。そうか、分かった。だったら相手してやる。かかってこい、スオー。からでも来な。スオ、
ざけんじゃねえぞ。ああ。ちくしょう。そう。周防君。なあ。どうすりゃいい。八神さん。
何なの？お願いします。は？いきなり何です？いえ、何言ってるの？何なの？母さん。それでも俺はお願いします。帰ってください。モトクロスをやらせてあげてください。スオーの腕はすげえんだ。俺はあの人のレースが見てえ。勉強ばっかしてるスオーなんてダッセんだよ。あいつはレースの時が一番輝くんだ。ご覧になりましたか。これが現実です。あなたが頑なに認めようとしなかったものです。何を？彼の走りがこれだけの人間を引きつけてきたんです。ユーマ君の走りにはそれだけの魅力があったから。みんな口々に言いました。ユーマ君の走りはすごいと、誰も勝てないと、天才だと。ですが暴走族でのデスレースは命を代償にしかねない非常に危険なものでした。そこまでしなければユーマ君は自分のやりたいことができなかったんです。あなたに禁じられてしまったから。あなたが現実を見ようとしなかったから。嘘よ、こんなの嘘。まだ現実を拒むというんですか。いい加減ユーマ君と向き合ってあげてください。このままじゃユーマ君は危険なデスレースにまた戻っていってしまいます。いや、いやよ、バイクなんて、いや。母さん、これが俺なんだ。ゆうちゃん。優等生のふりをしていても、規則に厳しい風紀委員のふりをしていても、そんなものは全部偽物だ。いつだって頭の片隅にはバイクがあった。忘れられなかったんだ。父さんが望んだからじゃない。俺は心の底からモトクロスが好きだったんだ。だから俺のたった一つの望みを、自由を奪わないでくれ。ゆうちゃん、そんな。母さん、一度でいい、俺を見ろ。
ごめんね、ゆうちゃん。ごめんね。お母さん、本当は分かってたの？全部。ゆうちゃんの気持ち、本当は分かってたの？母さん、俺はモトクロスの道に戻る。いいよね。母さん、ちゃんと応援しないとダメだよね。だってゆうちゃんの夢なんだもん。いや、察するに。なあ、まさか。